1998年の日本では、1998年の日本の出来事、流行、世相などについてまとめる。日本では、西暦の他にも以下の記念法を使用している。なお、以下の記念法は、西暦と月日が一致している。浜の大魔人、凡人、軍人、変人、脱中のが、新語、流行語大賞の年間大賞を受賞した。 長野オリンピックの会、閉会式が開催された、長野オリンピックスタジアム小田急サザンタワー、明石海峡大橋、小渕恵三が、第83代日本国首相に就任初代、アイマック発売映画監督、黒沢明の死去を受け、国民栄誉賞が贈られる、ゲームボーイカラー発売、超銀の経営破綻ドリームキャスト、日最銀の経営破綻道路鉄道航空、打ち知るんですわ。 レンズ付きフィルムの代表格として人気商品となった流行語ファッション文学、ドラマバラエティなど処分や特撮コンピューターゲームドリームキャストゲームボーイから冬季オリンピックパラリンピック冬季オリンピックパラリンピックが日本の長野県で開催された。冬季オリンピックの日本での開催は1972年、札幌オリンピック以来26年ぶりに止め 野球日本プロ野球高校野球ソフトボール日本で第9回世界女子ソフトボール選手権が開催されたプロレスサッカー大相撲モータースポーツ競馬ありがとうございます